クッキーです。今回ご紹介するのはこちらの未来人に教えてもらった病気の秘密人類に病気がなくなる世界という一冊になります、えー、まあ、未来人でもあり宇宙人でもあるバシャールの、えー、対談本なんですけれどもこの病気、いわゆる病気というものにフォーカスしている一冊というのは初めてなので非常に面白い内容になっていると思いますで、えー、西洋医学からすると えとんでもなないような話がでですので、えー、もしかすると、えー、そういう、まあ、物語というかフィクションとして、えー、読んだ方が安心して読める方もいるかもしれませんが、えー、僕個人は非常に納得した一冊でした。でこの本で一貫して言われているのは「病気は何かに気づくためのプロセスだ」ということが書かれていまして、えー、そのなぜ病気に病気という手段を選んでいるのか自分が、えー、なぜ病気という手段を選んでいるのか そのための観念というものが、まあ、思い込みですかねというものがあるんですがそれに気づくための方法などが書かれていますそして、えー、具体的に例えば花粉症しっかりがんしっかり、えー、その他もろもろ具体的な病気の対処法というかその考え方というものなども書かれていまして、えー、こういう表現がいいかどうか分かりませんが非常に面白く読める一冊だと思いますご興味のある方はぜひ読んでみてください